肩慣らしといくか。どちらが七つの大罪とおぼしき人物なんじゃ。ぬほう、これはわしも運がいい。その耳飾りの紋章は王家のものだ。つまり恩義は決定エリザベス王女。エリザベス王女。王国から捜索指令が出ておりますが、事故死ならば致し方ないでしょう。お願い、あなただけでも逃げてください。名前も知らないあなたを巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。メリオダス、あなたは本当にあの。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様は。七つの大罪、ドラゴンシン、メリオダス。さーて、やりますか。俺様が相手してやるぜ。このツイーゴ様が相手をしてやろう。おい、メリオダス、さっきまでの雑魚とは違うっぽいぜ。やれやれ、仕方ねえな。おいホーク、お前も手を貸せ。へっ、この俺の豚足を頼るとはなかなか分かってるじゃねえか。協力が必要だったらいつでも俺様に言ってみな。
だけ。エリザベス、残りの6人の件だけどさ、俺も用があって最近あいつらを探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら、客も情報ももっと集まるんだかな。一緒に行くだろ。私とメリオダス様の冒険が始まったのです。